トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。8月12日土曜日の朝です。ハトさん、おはようございます。今日の棚の上の位置は BC のメスですね。6月10日生まれ、今年初めて配合したハトの子供です。割と小柄な鳥で使いやすそうなボディをしています。結果は楽しみです。いつも通り出社口を開けて社外開始です。出社口の前にはハトさんが随分集まってます、今日も元気に飛び回ってほしいです。出社口を開けましたらダッシュで外に出て飛び立つハトがいます。このダッシュして飛び立つハトはいい感じですね。もう飛びたくてしょうがない、早く外に出たいという鳥で、今日もやる気十分だと思います。今日の天気は晴れ、風はありません。気温は 26.7 度、今日も朝26度台、熱帯夜、蒸し暑い朝になってます。今日も自主的に飛び出して飛び上がるハト、なんか波数が少ないようです。厩舎の中にいるハトたちです。なかなか厩舎から出ていきません。なんか目の前に猛禽でもいて飛びたくない、出たくないという感じの動作をしてます。嫌がるハトの追い出しを行いました。追い出しを行いまして飛び上がったハトたちです。青空の下、上空に上がって元気に飛び始めてます。最初の飛び出し時期の飛翔は本当に元気よくていい感じですね。今日も高く上がってなかなかいい飛翔を見せてます。このような飛び方をしていると見てるのが楽しいですね、長く見ていても飽きません。このままずっと飛び続けてくれたらいいななんて思って眺めてます。今日も最初の飛翔は10分から15分で降りてくる、そんな飛翔になるのでしょうか。そうならないように、調整したいと思います。社外を開始して10分経過しました。ハトはまだいい感じで飛んでるんですけども、一時よりもだいぶ高度を下げて飛び始めました。ハトが飛ぶのをこう諦めてから旗を振ってもなかなか効果がないので、まだ飛び続けたいなという気持ちの段階、この時期に旗を出して矯正したいと思います。鳩の方はなんか元気よくなって少し厩舎から離れたところを飛び始めてます。今日も黒旗を出して矯正社外を行いました。矯正社外3日目ですね。旗を出しましたら鳩はちょっと遠征に行ったようで、ここからは見えなくなりました。黒旗を下ろしましたらば鳩が戻ってきました。ただ戻ってきた波数が15羽ぐらいですね。遠征に行ったうちの一部、遠征をやめて先に厩舎の方へ戻ってきたようです。この鳩たちが降りちゃうと困りますんで、黒旗を振って強制で飛ばしたいと思います。ただいまの時刻は6時になりました。社外を開始して30分経過です。厩舎の周りぐるぐる飛んでいる鳩15羽ぐらいだったんですけども、6時になりましてまた遠征から一部鳩が帰ってきました。だんだん増えてきましたね。これで遠征から戻ってきたのは合計で20羽ちょっとぐらいですねの集団になりました。まだ遠征に行ってる鳥は多いんですけども、戻ってきた鳩が厩舎の周りの旋回になってます。先ほど黒旗振りましたので、もうこれで黒旗振るのをやめて、あとは鳩の自主性に任せて追いたい鳩は下ろすようにしたいと思います。厩舎の周りを旋回している鳩、できれば今遠征に行ってる鳩が戻ってくるまでぐるぐると旋回してくれればいいなと思ってます。遠征に行った鳥が戻ってくる前に降りるようであれば
飛翔時間40分間は飛んでいてほしいなと思います。何分飛んでくれますか。様子を見ていたいと思います。急車の周りを飛んでいた鳩、私の願いも虚しく6時5分から降り始めました。残念、今日の飛翔時間は35分ですね。まあ遠征に行ってる鳩が3分の2ぐらいかないますので、この鳩たちが頑張ってくれればいいのかなと思ってます。まあ戻ってきてた鳩、全数降りずにまだ急車の周り飛び回ってる鳩もいますので、この鳩たちだけでももうちょっと長く飛んでくれればいいななんて思ってます。期待値の40分飛ばなかった鳩ですけども、気温がもう27度超えてますので、こういう暑い時にこれだけ飛んでくれればまあまあ OK ということにしたいと思います。降りてきた鳥の口の開け方もさほどひどくないですね。これくらいだったらば随分暑さ慣れしたなと感じる今日の朝の鳥の飛翔状況です。6時25分になりました。遠征に行った鳩が今戻ってきました。まだ上空高いところを飛んでいまして低空に降りてくる気配はないんですね。ここまででこの遠征組は55分の飛翔です。十分な飛翔時間ですね。これだったらばもういつ降りてきてもいいと思います。急所の周りぐるぐる飛んでいた鳩たちは35分から50分の間ですね、適当にこう分かれて降りて、もうこの遠征組が帰ってきた時は鳩は全部降りて屋根の上で休憩中です。急車の周り10羽ぐらいの集団で2つに分かれて飛び回ってます。もう一部は先ほど6時35分頃から降りてしまったんですけども、この最後の15羽だか20羽ぐらいの鳩、これがぐるぐる回ってまして、これが降りてくれば今日の車外を終了したいと思います。もう40分ですから、この鳥たちは70分の飛翔ですね。よく飛びますね。もう降りてきてますね、最後の鳥もね。はい、徐々に降りてきて今日の車外は終了になります。まだ降りてこないな。何回も降りてくんですけどね、さっと降りてこないですね。あ、降りてきました。これで終わりでしょう。はい、今日の車外終了になります。降りてきた鳩たちの様子はどうでしょうかね。今最後の、集団が降りてくるところです。もう一つ集団が残ってますけども、これもあと2、3周回って降りてくると思います。もう70分飛んでた割には割と元気そうですね。まあ見えないところで降りちゃってトコトコ歩いてるとか、電線に止まってたとか、そういうことじゃなければということなんですけども、そういうことはないということを願って、ます。随分暑さに対する耐久力つきましたね。27度は大丈夫です。28度はダメでしょうけどね、なんて言いながら屋根の上に降りてきました。このまま10分ぐらいこう遊ばせて落ち着きましたら呼び込んで車外終了です。6時55分ごろには帰ってきまして、その鳩が降りて落ち着くのを待ってから呼び込んでます。だいぶ餌の量を減らし気味にしていましたので、鳥はガツガツ食べるようになりました。今の餌の量は 15g ぐらいですね。 15g をずっと継続してますので、一部の鳩はもうバタバタ羽を広げながら餌を食べてます。このくらいの勢いで食べてくれてると見てるのも楽しいですね。
もう餌欲しいよ、餌欲しいよっていうところ。で、この粉ですね、黄色っぽいっていうか黄土色の粉、これはサルトーゼです。サルトーゼの25、餌箱の一番下の餌を今日与えてますので、下の方にこのサルトーゼの粉が溜まってまして、今日はその粉を混ぜて鳩に餌として与えてます。そんな関係で鳩が食べた後、サルトーゼの粉が床一面に散らばっているという状況です。今日の社外、最初に降りた35分で降りてきた後、請求が多いですね。やはり請求は先に降りてきてあまり飛びたがらないみたいです。これから社外の飛ばない鳩、訓練かけたりして、飛ぶようにするんですけども、それでも飛ばない鳩はやはりレースバトとしての素質がないというか、資質がないというか、キレースに参加しても距離が伸びてくると体力が持たずに、結果として失踪してしまうということになるんじゃないかなと思います。まあ、そうならないように体力強化、体力強化ということで頑張るんですけども、全ての鳥がそういう結果に応えてくれないと思いますので、その辺はもう鳥の資質能力に任せて諦めたいと思います。今日は共生社会3日目ということで、昨日おとといほどの効果はなかったんですけども、まあ、多くの鳥が1時間以上飛んでくれたというところで OK としたいと思います。本日もこのブログにご視聴ありがとうございました。また次回もお越しいただきたくよろしくお願いします。失礼します。